はそのまま、お宝でどこまで強くなれるのか、今回は深淵の大渦に挑戦です。ここって未来編の鬼門じゃなかったっけ？このまま行って勝てるのかよ。お宝は最高で発動してるから、勝ち目があるとすればその1点だけ。姉さんに頼りますがアイテムは使いません。難しいですが行きます。最初からギャラクシーニャンダム登場。結構厄介なケツ持ちが現れたな。足止めに猫を出しましたがワニがインターセプトしてきました。これだったら最初からアーティスト出しておけばよかったです。結構ステージ狭いが大丈夫なのか、ニャンコ砲の射程全くいじってないんだろ。そこはヒットバックでなんとかします。プドール夫人とワニくらいなら姉さんでなんとか処理、生贄を送って姉さんを守ります。確かに当たらなかったな。サイバー X とクロキャスが前に出てるせいで次は避けられないと思うんだが。サイキックでサイは妨害。姉さんは2回攻撃に耐えられればいいと割り切ります。厄介な敵が揃ってて大変だな。ノックバック1の敵はとにかく厄介。早めに倒したいですが強すぎます。以前苦戦した敵だからすげえ厄介だもんな。アイテム使ってないから資金は1から準備しないといけないわけだし、エイリアンを吹っ飛ばせるキャラとかいないのかよ。結構な数を生贄に捧げます。姉さんは無事ですがまたサイバー X がやってきました。すぐやられたけどな、空白の時間は妨害と壁を出すんだな。できればお金は置いておきたいですが、状況を見て判断、資金に余裕ができたので地蔵を投入、少しでも攻撃しながら妨害は徹底します。壁だけではサイバー X 止められないもんな、2体目のクロキャスがどこまで活躍するか、できるだけ早く倒さないと面倒になるな。地蔵を大量発注で力技で倒します。生贄になりますが我慢の時、資金は5000円台をキープしつつ攻撃の準備、クロキャス被弾。いや、まだいけるよ。そろそろヒットバックしてくれませんかねー。結構ギリギリだがまだ大丈夫だな。2体目のクロキャスここで脱落。再生産まで時間がかかるのとサイバー X 2体登場。幸いギャラクシーニャンダムはヒットバックしたおかげで少しは余裕があるぜ。アーティストで攻撃しつつ鈍速の妨害を続けます。姉さんの再生産は時間がかかるので、状況に合わせて地蔵を大量発注。最終的には一掃されるんだがそれでもいいのか。出し惜しみして勝てるほど甘い状況じゃありません。ステージ幅が狭いので少しの油断が即敗北。ってなわけで、うおー、間に合え、あ、危ねかった。もうそろそろなんとかしないと時間の無駄だな。お金が戻ったのでバースト、むむむ、しぶといですね。これならどうです。2回攻撃受けたから次ないぜ。粘りすぎは危険だからこれで決めろ。本当の紙一重で間に合いました。ではこのまま攻勢に移ります。いくらなんでも大丈夫だろうと油断していた私、サイバー X がまた出てきちゃったよ。妨害は遅れてるがまだ対処できる範囲だぜ。それがその今変なところに入り込まれてて、攻撃は受けたくないな。だったら地蔵頼りになるな。深淵の大渦ってここまで難しかったかね。姉さんヒットバックするもなんとか耐えました。早く倒していかないとまずいので、間に合った。これ以上危険なことが起きないように準備して、カンストしないように調整してるんだな。だが絞り込みすぎは危険だぜ。カンストも結構怖いんですよ。さあこのまま終わりです。お宝は粗悪ですが急いであげる必要もないので放置。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。攻略を続けます。この動画が上がってる頃には、狂乱祭の結果が出てると思うぜ。